皆さんおはようございます。2022年2月の21日、衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶番外編です。自宅療養、お一人暮らしの方、そして入院中の方々からたくさんメッセージをいただいてありがとうございます。えー、今日は妹の誕生日ですけど、えー、この、出婚イベリスですね。名前は、 バニラシュガー。綺麗ですね。そして、じゃんなんと、ランが、目を、花を咲かせようとしてます。これ国会でね、お祝いにもらったランなんですけど、もう国会議員に渡しても捨てられるだけだというのが悔しくて、そんなことないよというんで、さすがにあの、何ヶ月も飾ってあると。 苦しくなってきてましたけどさらに持って帰ってこの子が第1号ですね綺麗な卵の花咲くでしょうねそして今日は夕べ遅くまで宮城町の庁、えー、議会議員選挙おかげさまで、えー、推薦サポーター講演会の関係議員全員当選しましてまあ、万々歳というところですがさすがに夜あの 準備する時間がなかったんで、朝、ざっと、この、ホットサンド、もう準備できなかった時は、これ大丈夫、ありがとうございます。バナナにですね、チョコレートクリームを入れて、そして、そうですね、メインは、あの、江島さんのところの麹トマト、それから、サンクスさんありがとうございます。 え、これはあの、えー、あれ、サニーレタスだっけ忘れた <laughs>、言うんですね。あのー、朝、これもあの、全部じ、家で栽培してる、富士町のパセリとレタス。そ,そして、週に1回のお楽しみになりました。これもイチゴ、650円とかね。 850円とか買うとするいちご、いちごの生産農家の方には申し訳ないですけど、ちょっとね、あんまりお裕福でない国会議員なので、あのー、自家製でもうないごと買ってきました。この苗、優秀ですね。今日はこれをいただいて、東京ですね。で、卵を入れて、サンドイッチにしてえ食べます。 で卵ゆで卵なんでそんなにき,きれいにできぬ剥くのが嫌やよねっていう人がいるからあのお湯にですねちょっとだけ酢を入れておくと簡単に剥けるんですよねトマトも、えー、ちょっとこの生のままものすごく美味しいんですけどちょっと今日はひと手間入れましたそして ベーコンですね僕はあのカリカリに焼いたのが好きだってよくね、アメリカの,あの、えー、小説とかするとありますが、僕はそうでもないんで、あのえー、ちょうどいい具合に焼いた。すると、安住くんが言うところの子供牛乳ですね。牛乳に、あのまあ、これ牛乳ってもう言わないんですね。ミルクっていうんですけど、 ミルクを9割でコーヒーを1割ということでそしてじゃんマヨラーの私はですね九州人のマヨラーのあ子供コーヒーでしたねん子供コーヒーだなそうだ子供コーヒーだ安住君ともしばらく会ってないんであの毒舌ともえー、やっぱり聞いてると横で聞いてるとああうっとしい今日も何か言ってんなと思うけど 聞聞かかななきゃ聞かないいでで寂しいですねそういうのがあそうなんですかトマトって少し湯通し湯通ししたんですよ今日で合法的に合法的にというかあの何のあれも後ろめたさも感じることなく今日はこのマヨでサンドイッチを作ることができます でもう何回も言いますけどこれ全部食べるわけじゃないですからねあんた朝から即完食べてからそういう件豚になったよという人がいますが全部食べてんじゃなくてこれはあの分け合って食べてるわけですからあのもちろんねほとんど僕は食べますけどもあのそこはお間違いなくじゃあ今日は妹の誕生日おめでとうございます、まあ、母ももうじき退院してきます やっぱりこの熊さんんが人気なんですよね器も綺麗でしょ佐賀はねこの器の文化有田焼伊万里焼き唐津焼き、まあ、昨日はね白石焼き宮城はですねいっぱい行ってきましたこの器もねでそうだパンを紹介するの忘れてたパンはもちろん応援してくださるパン屋さんたくさんね あってくすくさんそれから南部バイパスの方にもありますが今日は、えー、大学の先輩の陵侑パン北村俊作さんお元気ですかね俊作先輩陵侑パンですこれもね美味しいんですよねでは皆さんどうぞ良い一日をいちごでごきげんよう いや、ほんと、器大事なんですよ。で、しかもね、こんなにあの、あんまり油っぽいの使ってませんし、フライパンからあの、ベーコンは外に出しませんから、洗うのも簡単ですからね。いや、ぜひね、もう佐賀のね、食材、宝庫ですから、食材大使、私、<laughs> 一回 TV タックルに、この佐賀のイチゴをですね、持ってって、たけしさんとかに、 あれ、奥に自慢で持ってったんですよね。すーっごい反響でした。TV タックル、この頃僕呼びませんね。呼んでね。じゃあ、ごきげんよう。